カカオの木はどこで栽培されているのでしょうか。カカオ栽培が盛んな地域は西アフリカ、東南アジア、そして中南米の国々です。2018年の生産量順に見ると、コートジボワールがおよそ196万トン、ガーナが95万トン、インドネシアが59万トンとなっています。カカオの栽培に適した土地は1年を通して平均気温が20度以上、季節による気温の差が少なく、高温多湿な地域という限定された条件の地域です。そのような条件を満たすのは、赤道を挟んだ北緯20度から南緯20度の熱帯地方、その地域をつないでカカオベルトと呼ばれています。近年では温暖化の影響や栽培方法の工夫などから、カカオベルトの緯度や経度が変化し、カカオが栽培できる地域が多くなり、この地図の黄色い部分まで広がってきていると言われています。カカオの木の周辺にはいつも背丈が高い木が植えられています。これらは日よけの木、シェードツリーと呼ばれています。強い日光や風に弱いカカオの木を守っているのです。カカオには数多くの花が咲きますが、実になるのはほんの 1% ほどです。さらに実が収穫できるまでには4年ほどかかり、収穫の最盛期は12年目から15年目、そして50年以上も実をつけ続けるという不思議な植物です。